こしょ。おはよう。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろ頑張っていきましょう。よいしょ。ふう。ちょっと今日はね、朝全然起きれなくて、なんで全然ギリギリになっちゃうんですけど、じゃあちょっとだけ配信するまで、15分だけの配信になっちゃうんだけど、許しておくれ、許しておくんなまし。あ、ブルブル動物が死んじゃう。ちょっと待って、ブルブル動物死んじゃう。やばい、どうしよう。ブルブル動物死んじゃうんだけど動物死んじゃうよ。死んじゃうよ。まあ、いや、一旦置いておいて、よいしょ。ということで、何でしたっけ。もうちょっと分かんなくなっちゃった。あの、そう、さっき起きてさっていうか、まあ、そうなんですよ。さっき起きたんです。さっきではないか。で、シャワー入ったんだけど、もうちょっとね、もう頭がね、パンクしそうなんですよ。だからね、まあ、正味配信してるね、暇はないじゃないんですけど、一旦とりあえずメイクするか。あ、で、そう、あ、違う、違う、今なんで携帯開いたかっていうと、時間調べようと思ったんだ。これで、わあ、遅延してらっしゃる、もしかして。東京は遅延してない方がないっすよね。豆乳食べます。どうしよう。ちゃんと時間通り出かけましょう。そのためにじゃあもうメイクするわ。ね、みんなグラビア届いた？届いたかな？アビバボー。
いい感じでしょ。めっちゃいい感じなんだよ。まあ受け取りに行ったか、セブンネットだとね。そうだね。あ、細かい文字もそうありますよ、いっぱい。ちゃんとね、そっちも見てくださいね。そう、ちゃんとね、いろいろ使っていただけてね、嬉しいですね。8枚目シングルについても書いてあるんだ。インタビューもついてます。よし、ね、めっちゃ綺麗に撮ってもらえてるから嬉しいよね。ちょっとね、急ぎすぎてね、何も喋れん。全力で急ぐ三村見るっていう配信でも良いか。いや、時間ないんですよね。どうしよう。てか表情がさ、いいよね。普通になんか自分で言うのもあれですけど、もっとなんかこわばってるかなと思ったら意外とリラックスしてたから、普通にね、なんかなんていうの、俗に言う可愛いじゃないけど、なんつったらいいの、なんか普通にいい、なんか別にね、なんつったらいいの、なんか別に慣れてる感じでもないけど、ぎこちなさも感じないというか、うん、いい写真です。それはプロが撮ってるかそうなんだけど、なんていうの、被写体から見てかわいく撮れてるから、そう、嬉しいなって思ってね。撮った順番はまさにあれだったかな、確か。まさにあの順番で撮ったから、あー、ね、私服は違うわ。私服は違うけど、水着は黄色、オレンジ、グリーンで撮ったから、3種類の水着とも全然違うさ表情してるよね。それ褒められたんだよな。いい表情するねっつって、いい表情っていうか、なんかいろいろいろんな表情見せてくれるねっつって。セーターかわいいよな、わかる。セーターのあの1枚目の横顔かわいいよな、わかるわ。あれいいっすよね。てかセーターも可愛いんですけど、うん、セーターが可愛いからなんですけど、ほんとありがたい限りですよ。
何時？うわ、8分。ふう。ふう。時間ないね。あ、そう、グラビアでも表現者。ありがとう。いや、一番言われて嬉しい言葉ですよ。そう、なんか等身大とかよりも、なんつったらいいんだろうね。で、私はコスプレ、グラビアでコスプレとかやりたいっす。ね、そういう企画があったらさ、そういうのやりたいなっていうのは本当に純粋にやりたいっていう気持ちがある。そういうコスプレなんかさ、自分でやるとちょっとこうね、あれですけど、なんだろう、例えばなんだろうな、みんなが分かりやすいのとなんだろうね、まあ何でもいいですけど、そうそうそう、自分でやるにはちょっと露出が多いだろうなみたいなさ、そういうのもやってみたいですけどね。あのグラビアっていう体のコスプレで、うん、コスプレ、うん、そう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 、なんだろうな、わかりやすいの、甘露寺みつりちゃんとかかな、鬼滅のとか、まあ、ニーヤーオートマタの 2B とか、まあそれこそあれか、綾波とかか、綾波のスーツとかは結構体のラインが出るのでね、あんまり自分から乗せるのちょっとね恥ずかしいですからね、とかとかとかね、例えばですけど、あ、ラムちゃんもいいね、確かに。まあなんかもし今後もあるならそういうのもやってみたいね。うん、あ、そう、羽川翼、例えばあの翼キャットだったら、あれはね、いいよね。てか私の髪の毛の変わり具合、羽川翼なんだよな。え、ちょっと羽川翼とか言っちゃうと、翼ちゃんに、翼ちゃんってなんだよ、羽川翼にちょっと申し訳ないですけど、優等生ロングからショートカットになってコンタクトになって、その後メッシュっていう羽川翼っていう、うん、あ、そう、今日みんなあれですよ、ヴァイオレットエヴァーガーデンですよ、いいですか、昨日も言いましたけど、ヴァイオレットエヴァーガーデンですからね、忘れないでね。やべ、時間ない、なんでも知らないわよ、知ってることだけ。可愛いんだよな羽川突然羽川翼について語り出す回になっちゃうけど、よいしょ、やべ、あと2分で配信を終わりにしたい、配信をっていうか家を出たいんだから、あと2分で結構ガチで、駅までガンダになるな、このままだとよいしょ、
前髪崩れちゃうからちょっと下ろして前髪下ろして、はい下ろして、あ、15分アイライナー、アイシャドウ持ってく、この辺持ってく、コンシーラー持ってく、アイライナー持ってく、マスカラも持ってこう、リップだけ塗って、リップを持ってく、持ってくための袋がない、困ってる、なんか適当にその辺の袋に入れる、リップ、マスカラ、ああ落とした、あでもこんなもんか、こんなもんでいいか、マスカラ塗ってないけど別にいいか、よし OK、 一旦よし、鏡を持っていく、荷物入れる全部ここでやる、荷物持っていく、全部入れる、入る、悩んで、あこれ入れる、充電器入れようとしたら取れる、なんで取れんの、ちゃんと差し込む、ギュッと差し込めない、はい、はい終わり、配信終わりです配信を終わります、配信を終わりにします、はい出かけます、皆さん出かけますっていうか舞台稽古です、行ってきます、よし壇上読みます、13位フサックさん、12位シンチョロスさん、11位バンブーさん、10位昔からおじいさん、9位太郎さん、8位ケイさん、7位豊さん、6位市田さん、5位あずきさん、4位三浦さん、3位新潟和さん、2位ゆかしじいさん、1位ベロさん、ありがとう、ということでまたねー、バイバーイ、行ってきまーす、バイバーイ、あチーク塗ってないチーク塗ってねーわ。